皆さんこんにちは。非常識な上質集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、伝えていなければ伝えたことにはならないというお話をしたいと思います。タイトル聞いちゃうとですね、当たり前じゃんって思う内容なんですよ。伝えていなければ伝えたことにならない、だから、そんなの何言っちゃってんだって思う人もいるかもしれないんですけど、これ案外できてない人が多いので、わざわざこうやって動画を撮っているわけです。どういう部分でできていないかっていうことをちょっと解説をしたいと思います。伝えていないことは伝えたことにならない、イコールですね、何もやってないことと同じことになるっていうことなんですよ、問題は。例を挙げます。私、会社の方で部長職をやっていて、当然部下の人材育成とか、そういう 面倒を見ていくっていう、まあ、下の、ね、部下を育てるっていうのも日常業務のプラスやっていくルーティーンの中に当然入っていて、それでまあ連絡報告っていう部分で本人の自主性は重んじますよ。私は会社員だった時もコンサルタントである今もどっちも方針変わってないんですけれども、依存させないコンサルタントであるというふうに言っているので、育てるのはね、ぶっちゃけ面倒くさいんですよ。答えを本人がちゃんと口出して言えるように考え方を導く質問をするっていうのは結構ね大変なんですよ。答え言っちゃう方が楽です。何とかでどの子のどうしましょうかって言われた時に、あこうしてっていうのでめっちゃ急いでる時はそれやりますけれども、そうでない時には自分はどう思うのとか、どうしたらいいと思うって聞いて、まずね頭の中本人に考えさせて、それからじゃあ私の答え言うねっていうのが割と私のスタンスなんですよね。だから指示待ち人間作っちゃうとですね、独立して例えば自分で事業をやっていくっていう時にアイデアを作る脳にならないから、まあ、基本自分で考えてもらうようにするんですよね。はい。でまあまあまあそれはさておきですね。で要は何もやってないことと一緒になるっていうのは、相手に対して例えば私が例えばなんとかさんこれどうなりましたっていう話をした時に、あそれもうやってますとか、それは今心の中でこんな風に考えてて取り組もうと思ってますみたいな、ちょっと日数が過ぎたから言っているんですよ私は。でそれが 2,3 日前にできてましたとか、そう思ってまして今やってる最中ですとかっていう風になっても、私が捉える事実としては、ちょっと残酷な事実を言いますよ、その人はやってなかったと全く一緒なんですよね。だからやってたんだけどやってるよって言ってくれないとやってないことになっちゃうんですよ。で、かたや本当にやってない人もいるんです。だけれども世間的な評価はどっちも一緒なんですよ。これちょっとね、よくよく考えてみると当たり前なんだけど結構深い話なんですよ。やってるのに伝えなければやってないことになると、やってない人と評価一緒なんですよ、外見から見たらね。だからことさらに自分ってこんなに忙しく頑張っちゃってるんですよとか言う必要はない、ないけれども必要最低限これはやってますって相手の人が安心するなっていうことは、やっぱ途中経過でもまめに伝えていく方がコミュニケーションは上手にいきます。でコミュニケーションが上手な人と下手な人の決定的な違いは、ちゃんと伝えてるか伝えてないかが私一番大きいかなっていうふうに思っていて、仕事ではなく男女関係もそうですよ。例えばまあそうですね、君のことを思っていたよとかね、いたよって言ったら態度か言葉で言えっていうのがね、いや男はそんなのかっこ悪くて言えないとかいうのもわかるんですけれども、言わないから何にも思ってない、何にもやってないとほぼ同等になっちゃうんですよね。だからそれを察してくれよっていうのは無理ですね。ありますよ、夫婦であうんの呼吸とか、この人はこう考えるからこうだろうとかっていうのを相手に委ねるっていうのはやっぱ怠慢なんじゃないのかなって思いますね。自分はこう思ってますっていうのは
ちゃんときちんと伝える。だから、まあ、外国人の、ね、方とかはそういうのフランクにすごい、まあね、日本人が思うと、まあ、こっぱずかしいなみたいなことだってハグしたり、ね、あのキスしたりとかっていうことで、まあ、向こうはそれが挨拶代わりだからなのかもしれないですけどね、ああまあそれこそ愛してるよみたいなことだってパロッと言うわけじゃないですか。日本人の方ってそういうの下手ですよね。やっぱりその思ってる気持ちとかを素直に伝えるっていうのはコミュニケーションの第一歩だと思うし、伝えてなければやってないことになるのであれば、その人のためを、あ、サプライズは別ですよ、サプライズは内緒にしなくてはいけません。その人のためを思ってやっていることは逐一はいらないですけれども、特に仕事に関して関するものはちょいちょい報告しておく方が安心、相手も安心するし、先生と生徒さんっていう関係性だったとしても伝えるっていうことをしてないと何もされてない、放置されてる私みたいに思われてしまうので、伝えていなければ何もやってないことと同じ評価になるっていうことを理解して、まあ、まめにコミュニケーションを取っていくっていうのは第一で考えていただくといいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。それでは。